プロボクシング、ライト級、61、2キロ以下、12回戦ゼロワシルロマチェンコ、9回 TKO、中谷正義黒丸、26日イコール日本時間27日。 米ネバダ州ラスベガス・バージン・ホテルズ・ラスベガス、WBA&IBF 世界バンタム級統一王者、井上尚弥、大橋、が27日、自身のツイッターで、米ラスベガスで行われたライト級12回戦、ワシル・ロマチェンコ、ウクライナ、と中谷正義、定剣、の試合について、世界最高峰のテクニックはすごい。と称賛した。井上は前日にも SNS で、明日のビッグファイトが楽しみすぎる。 勝った日には日本史上最大の勝利になるとこの一戦を楽しみにしていた。また、井上はこの日、19日、日本時間20日、二米ラスベガスで行われ、3回 KO 勝ちした指名挑戦者マイケル・ダス・マリナス、フィリピン、戦を振り返った。井上は、ダス・マリナス戦を見返したが、ダス・マリナスのディフェンスはさすがランキング1位のものだった。 3ラウンドを通して顔面へのクリーンヒットは一発もない、そのあたりがこれからの課題だろうか、原文ママ、などと、挑戦者の検討をたたえるとともに、自身の課題点も見出した。